いや、ユーシーの保育園いつからまた通わせるか。いつから？いや、いつからっていうか別に今自主休校だからさ、保育園自体はやってるからいつ行かしてもいいんだけど、まあちょっと2週間か1ヶ月ぐらいは家にいさせようかな。まあ退屈しないように。子供だったらストレス溜まるからな、家の中に閉じ込めると。ストレスね。うん、パパのちっちゃい頃にはなかったけどな。まあでも私もずっと在宅だし結構きついよね。明日はでかい方の可愛いのプールを入れて優秀と泳ぐか。熱でさ、そのプールもう変わってるんだけど。今年いっぱいだ。いやー蒸し暑いや。まだしばらく暑いみたいな。ああ、その方がいいよ。優秀だったら雨が降るともう家の中でずっといなきゃいけないし、有心は有心で。有心さ、最近すんごい歩くようになったよ。今日も朝駅の方とかまで散歩行ったりするけど、今日なんか買ってもらって帰ったんだ。うん、なんか雑誌買ってきた、なんか子供用のやつ。あの子はとりあえずトーマスがあれば。いやー、子供はかわいそうだやっぱり。パパの田舎だったらもうちょっと退屈しなくて遊べるんだけどな。海行ったりして島にも行けるし。いや、というか私思ったんだけどさ、ここ 2,3 年の話だけど、うん、こんなに夏って日差し強かったっけ。これ年なのか。私だって学生の頃ずっと外にいたもん。高校の時はだって区民プールのライフガードとか夏休みだけやってたりとか。別に30度前後じゃん。いや、だけどこんなになんか、なんて言うんだろう、年だよ。ムシムシしてる年かな。年だよ。もう外いられないってあったかなって。で、公園とかでも子供全然いないもんね、日中。お前さ、言っとくけどさ、あまり慎太郎を怒鳴り上げるなよ。あいつ怯えてるよ。ちょっと教えてやろうか。嫌な顔するんじゃねえよ。俺だって言いたくないんだよ。お前の駐車場地下のこの間1ヶ月2ヶ月ぐらい前、ようやく掃除したよな。あそこにまた三つ缶のあれが来てるんだよ。あれもう行ってから何週間経ってる。あれ前回さ、しんちゃんが全部片付けたと思ってる。いや、お前たちやったんだろ、夫婦で。なんでできない。私その前もやってんの。いや、そういう人間いるんだよ。だから別に驚くこともね。でもあんなに慎太郎忙しいやつは前もってきちんきちんきちんとやってたらすごいスムーズに動けるんだろうけどな。あいつの場合は溜めて溜めて溜めて最後は爆発するんだよ。なんかね、正面なところすごい正面なんだけど、ダメなところは本当にもうダメなんだ。なんで。でも不思議でもない。ああいうやつっているわ。ああいう性格っていうのはこうなんか追い詰められることに楽しみ、優越感を感じるっていうか。でも優秀も今あれだよ。近所でちょこちょこちょっと有名になってきてるからね。この子のね、近所のね、ナンバー3があんのよ。トップ3が。一つは駅の、あの惣菜パン売ってるあのパン屋さんあるでしょ。あそこにこの子は毎日パンを買いに行くの。あそこで、ゆうしんくんまた来たのってよくおばさんに言われるんだけどさ。で、トップ2がさ、うちの近所のそこの線路沿いにあるさ、駄菓子屋さん。駄菓子屋？駄菓子屋さん。本当に、うん、なんかね、すごい綺麗な駄菓子屋さん。あのこじんまりとした、最近できたんだよ、半年ぐらいかな。そこ結構子供とかもあの学校帰りとか集まったりとかしてんだけど、有志の散歩コースだからそこでよく。でトップがさ、クリーニング屋さん。そうか。クリーニング屋さんのおじさんと仲良しで、近所で会ったりすると抱っこしてもらってる。今日はどこだしんだろう。どっかでも撮影行ってると思う。まさか昼間から竜宮城には行ってないだろ。
パパはもう田舎に帰りたい。田舎の海水浴場のビーチ歩きたい。綺麗だぞ、パパの田舎。海綺麗だし、砂浜って。長い砂浜。もうあと1年ぐらい帰れないんだよ。松林もあって。しかし、まさかこんな風になるとは。誰も思わなかったんだろうな。私さ、夜な夜なさ、あれ調べてんの。過去のパンデミックが何年続いたかって。例えばほら、スペイン風邪ってよく言われてるじゃん。 あれ何年、一応説ではいろいろあるけど、5年さ。もうインフルエンザだと思って、もう年に1回の風邪だと思って、一緒に並行して動くしかないな。もうさすがのパパも外に出るのはちょっと足が前に出ないな。だから2年間そんな感じだから、もういい加減ストレス溜まるよね。ストレスっていうか、汚いんだけど。ああ、気持ちよかった。